鏡の城へようこそ。ここは願いを叶える鏡のある最上階を目指して城内を探検するアトラクションになっております。よろしければどなたかとご一緒にご入場されることをお勧めしますが、誰を誘おうかな。よし、ノエルを誘ってみよう。ではチケットをお預かりします。確かにお預かりしました。幻想的な鏡の城の探検をどうかお楽しみくださいませ。それじゃあ一緒に最上階にある願いを叶える鏡を目指そう。はい、行ってみましょう。最上階に着いたな。鐘を鳴らして鏡の前に立つと願いが叶うって言われてますけど、何をお願いしましょうか。それじゃあまずは二人であの鐘を鳴らしてみよう。よし、次は上にある鏡の前に行こう。いよいよですね。それじゃ願い事をしてみよう。この鏡の前で願い事を思い浮かべればいいはずだ。ええ、やってみましょう。こんなところかな。はい、私も終わりました。ロイドさんはどんな願い事を？俺は最初に来た時に一番の願い事はしちゃったからな。同じ願い事をするのもなんだし、ノエルの願いが叶いますようにって願いにしたよ。ありがとうございます。どういたしまして。それでノエルの方はどんな願い事をしたんだ？私の方は単純ですけど、立派な警備隊員になりたいでしょうか。ノエルらしい率直な願いだな。やっぱり君のお父さんが目標になってるのか。前も言いましたけど、そのあたりの自覚はあまりないです。私も子供でしたし、しつけの厳しい父のことはむしろ苦手なくらいでしたから。へえ、そうだったのか。ええ、本当に厳しい人でしたよ。私やフランが悪いいたずらをしたりすると容赦なくげんこつを飛ばすような人で、そういえば母に連れられて一度だけ国境門で働く父を見に行ったことがありました。当時の歪んだ体制を憂いつつも、クロスベルを守る者として全てに厳しくあろうとする姿、今考えると私はあの姿に尊敬の念を抱いていたのかもしれませんね。そっか、ノエルの自分に厳しい性格にはやっぱり影響がありそうだな。ですね。それはそれで、なんでフランがあんな緩やかな性格になったのか納得いかないところですけど、もしかして父さんって実はフランだけにはデレデレだったんでしょうか。いや、まあ厳しさの反動って可能性もあるし。それじゃ願い事も済んだし、そろそろ行くとしようか。ええ、そうですね。鏡の城、なかなか楽しかったです。では一旦ここで失礼しますね。ああ、また後でな。はい、また後で。